発声練習が大事。あ、もっと声張らないと。ほら、もう詰まってるやん。はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エッジブログです。ポルシェボクスターを借りました。僕たちのポルシェが来ません。なんかやっと今メールが来て、ここから生産プロセスに入るっていうところであと半年ぐらいかかります。もう来る前に他の車が欲しくなってしまいますね。いや、それはなしだよ。キャンセルしよっか。バカ。あまりにも納車が遅いのでキャンセルしますって、うん、ということで今日も借りてしまいました。ポルシェボクスターです。はい、ちょっとドライブしましょうということで、まあ秋になって紅葉スポットとかも見れたりするので、今日はオープンカーでドライブデートに行きます。はい、下道に降りてきたから開けましょう。あの、これ信号待ちだよ。信号待ち、眩しい。べきじゃないよ。信号待ちでパッと開けられる、うん、まあいい。完成。はい、行きましょう。はい、左に曲がってください。ここ？さすがに無理よ。あれ？びっくり。レナさん、いつもそういう感じだよ。直前で言うよ。わかります？皆さん。それで俺が通り過ぎると、どこが間違えたよって言うよ。恐ろしい女ですよ。ノーノーノー。はい、ここから山に入ります。いいですね。オープンで山道ドライブ、すごいじゃん。マフラーと帽子と手袋を持ってきたの。必要であれば手袋かなと思って、今のところはこれで大丈夫。そんな寒くないよ。いや、シートヒーターもあるし。でもここが寒いよ。やばいね。マッチ売りの少女みたい。周りに山いっぱいあるけど全く紅葉してないよ。高色1週間ぐらい早かったかもしれない。2週間ぐらい早いよって。また来週、再来週もう一回来ようかな。ああ、高道間違えたと。綺麗じゃん。え、はい、ということで道案内はちゃんとやってくださいね。おい、前を向け。今紅葉祭りあったよ。いや、あの、正直に言えば、うん、お腹空いてますよ。お腹空いてます。社長、社長はお腹が減るともうご飯のことしか考えられなくなるよ。そうだよ。社長、あと紅葉がまだ早いでしょ。大丈夫大丈夫。すごい森の中入ってきたよ。ああ、めちゃめちゃ雰囲気がいいよね。そう、あのスカイラインに向かってるから、これスカイラインの始まりかな。めちゃくちゃいいじゃん。あ、向こうから車来た。はい、今日は小さい車でよかったね。そうだね。ボクスターコンパクトだから、うんうん、いいよね、うんうん、オープンで気持ちよくてコンパクトで取り回しよくて、はい、最高ですよ。ぐんぐん登ってるよ。そうだよ、ぐんぐん登ってるけどなかなか色が変わってこないね。あ、紅葉してるわ。そう、あの、あれ日が当たってるところ、うん、ちょっとだけ右方向です。右方向です。右方向です。はい、これだね。うん、多分今からスカイラインに入りますよ。はい、ということで今スカイライン入ってきましたけど、全然紅葉してるよ。かなり紅葉してるじゃん。でもお腹空いてるよ。お腹ペコペコ。はい、あの、行きたいレストランがあるんですけど。お腹ペコペコマン、あのレストランが見つけた。まあ、ここは愛知だから五平餅とかが有名だし、うん、おー、いいじゃん。五平餅、そばとかもあるし。あ、じゃあ今日のお昼ご飯は五平餅&蕎麦、田舎茶屋で食べるってこと。はい、行きましょう。わー、すごいね。じゃあ私も見たい。泊まろうか。私も見たい。うわ、綺麗。すごい。何を感動しながらあくびが。あー、いい感じ。景色めちゃくちゃいいね、本当に。
これなんかヨーロッパにも似てない？なんかスイスに山に行ったらそんな感じでしょ。最高ですね。最高です。ということでここからご飯に向かいます。これ左足湯で前来たぞ。これそうだよ、全く同じ道走ってない。そこに足湯で、ここにパークウェイ入り口だから。前回湯屋温泉に来た時に足湯に入ったので、そう動画チェック見してみてください。イエス。はい、待ちましょう。待ちですね。5組待ち。うん、でも私はそういう人気のお店を選ぶから。しかも今どんどんまたお客さん来てるから。うん、まあ、お昼時間だし。すごいね、雰囲気いいし。うんうん。楽しみです。ここは並列で入れるかな。向こうね、一番向こうね。注文も。お客さんも広い魚だもんね。来ました、味噌天下。味噌の味が美味しいけど、こう味噌の味舐めたい。味噌だけを舐めたい。美味しい。辛さが控えめだけど、味がちゃんとしてるって感じ。はい、気をつけてください。あー、来たー。はい、来ました、五平餅。ここ立体感がある。うーん、うーん、あれが焦げがすごい美味しい。焦げのつき具合が抜群で香ばしい、美味しい。あと餅の部分もそう、ホクホクね、美味しいね。抜群にうまいじゃん、これ。今まで食べた五平餅の一番うまいかも。うん、私もうまっ。ベスト1だと思うよ。うどんとそばも来ました。それうまそう。どっちがいい？うどん。何やってる？何やってますか、社長？ちくわがいらない。そばとうどん来ました、うん。ちょっとさっぱりした味はいいよね。うわー、うまい。つゆとカツオのバランスが、香りが最高。だしは美味しいけどね、うどんがちょっと柔らかい。あ、美味しいこれ。ね。いや、美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということでお腹いっぱいになりました。あの五平餅もボリューミーで、そばとうどんもめちゃめちゃ美味しかった。おすすめです。本当に美味しかった。田舎茶屋。松屋。松屋。松屋さん。湯屋温泉の近くにある松屋さん、ぜひ、はい、店内になんかね、昭和の時代のおもちゃとかいっぱい置いてあって、懐かしい気持ちになれるので、うん、そう、建物もいい感じだし、マジでおすすめですね。ということで、ここからはどこに向かいますか、社長？蓬莱寺さんのなんかビュースポットがあるらしい。紅葉してればいいけどね。社長の運転で行きましょう。ここからお願いします。では行きましょうか。ということで、こっからパークウェイに入るので、ずっとまっすぐです。ゴーゴー。社長、社長、社長、さっきからこの真ん中のラインはみ出てガン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 ってなりまくってるけど大丈夫？大丈夫、この左と右の感覚掴んでる？全く。だからカン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 したら、ああ、右行き過ぎたなって。社長、社長、だからまたガン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 ってなってるよ。気をつけてください。綺麗だな、めちゃくちゃ綺麗だね。
めちゃくちゃ紅葉進んでるね。もうピークぐらいじゃない？来週ピークか、今週から来週にかけてピークぐらい。レナ社長何回同じミスをするの？もうさっきから10回以上動画で撮ってない時合わせて10回以上はみ出てるよ。うわー、それにしてもめちゃくちゃ紅葉綺麗。本当に綺麗だよね。赤く色づいてて見えない。しかもオープンで走って最高だよ。皆さんも紅葉ドライブに今週末出かけてみてください。最高ですね社長。最高です。こっから、蓬莱寺山の山頂駐車場まで行きます。レナ社長は真剣に運転しております。はい、はみ出ました。本日20回目のはみ出です。はみ出ております。はい、21回目はみ出ました。山頂までね、何回はみ出るか数えておきます。お、渋滞。山頂は渋滞してんだ。渋滞ですね。こんにちは。これって山頂までずっと渋滞してるってことですね。あ、ここから 300m。 じゃあ、20分ぐらいは以上はかかっちゃう感じですね。わかりました、ありがとうございます。結構渋滞してたから、なんかね、30分ぐらい並ばないと山頂駐車場に入れませんよって言われたので、私たちは並ぶのをやめて、はい、蓬莱寺さんは諦めにします。まあ、このドライブウェイのいい景色が見れたっていうことだね。そうだね、紅葉すごい綺麗だったからね、ここまで来る間ね。はい、では私たちはこの動画をここで終わりにします。私は山を降りる間に景色を楽しみたい。よかったね、楽しめるよ。こっから帰り道は。そう、この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。